はい、では横手町ですね。またまた例によって夕日になってしまいました。ここはあの夕日だと必ずこうなると、去年も同じこと言ってますけど、こちらちょっと暗いんですけども、横手町ですね。あのこれ模擬電車で、あのまあ、秋田といえば鎌倉と、横手の鎌倉で有名ですけど、あくまで模擬天守なんで、まあ、実際このようなあの天守があったということではないんですよね。まあ、一応34階建てで、中があの、かなりの、資料館というような形でですね、展望もいいという形で、まあ、今風の立派なお城と言っていいと思いますよね。まあ、築城主はあのこちらに城があったというのは確かなんで、それは小野寺氏ということでですね、先ほど小野寺家の一部の方の菩提寺には行ってきましたけども、まあ、小野寺氏というのはまあ東北、特に出羽地方の北部の方ですよね。こちらの有名な豪族でですね、まあ、途中であの三浦氏の一族が入って、まあ、小野寺氏を名乗っていますけども、もともとは藤原氏ということらしいんですよね。だからまあ結構こう、まあ、この周辺の小野寺氏はまたちょっと系統違うんですけども、その藤原系の、小野寺氏はですね、まあ、書類に分かれて、まあ、いくつかの文献に分かれてですね、各地に割拠していたと。まあ、中でもね、まあ、有名なのは、まあ、戦国時代になってからの、まあ、小野寺照道公とか、その方になります。こう懸賞碑があるんですよね。去年懸賞碑で確か話してますけども、まあ、もともとその、この方とですね、今の下野の小野寺というところが結びつくというのは誰も想像していないと思いますけど、その地名としてはですね、その栃木県の今の岩船ですよね、あそこの小野寺というその地域を、まあ、所領として得たと、まあ、そこからですね地名を名乗るようになって、ですから、まあ、小野寺って聞くとこちらの地方でですねお名前多いんですけど、元の姓はですねそちらから、いただいているようですよね。まあ、その後に、まあ、その鎌倉時代の、三浦氏ですとか、そういった方が入って、まあ、こちらの在地の皇族、土着の皇族だった小野寺氏を継いでということになりますよね。まあ、まあ、横手城についてはですね、ちょっと簡単に触れておきますと、まあ、お城としての遺構っていうか、まあ、実際そういったその、まあ、城はあったんですけども、もちろんただこういった立派な天守閣、後の言う天守閣みたいなのはちょっとなくてですね、まあ、はっきりした遺構っていうのもほとんどなくて、まあ、土塁っぽいのが見受けられると。あとまあ池とかそうありますけど、まあ、これは後世ですね、直しているものはほとんどですので、まあ、実際じゃあ遺構が何かっていうとほとんどないと。まあ、本当に土塁の一部があるだけで石垣もないという形になりますので、まあ、どちらかというとここはですね、ちょっと文化的なというか観光的なというか、雪祭りだったりその鎌倉っていう、まあ、その風物詩ですよね、そういったものをちょっと、まあ、昔雪の日に来てここ1メートルぐらい降ってて、ラッセルで入ったことありますけど、とんでもないですね。しかも資料館お休みだったという、そんなことも昔ありましたね。最近は冬来ても雪はあんまりないんで、まあ、その時は確か1月だったか2月だったかちょっと覚えてないですけど、とにかく膝上まで雪があった時がありましたけどもね、まあ、そんなこともあり、もう東北地方も30年前から来てますけども、まあ、いろんな思い出がある城ですよね。まあ、最近はちょっとずるして9月とか一番いい時に来てるんで、去年も9月に来てますけど、ちょっとそういう意味ではですね、ちゃんとお城巡りしっかりしろと言われそうですけど、まあ、ちょっとご勘弁ください。体力限界です。ちょっと冬はきついですね。本当に寒いんで。それで、まあ、横手城ですね。まあ、まあ、いろんな戦いもあったんですけども、まあ、基本的にその、小野寺氏が治めていた時代はですね、まあ、どうやらその上杉関係と、やっぱり出羽のお城ですから、まあ、上杉ですよね。どっちかというと伊達とか、欧州側の人間とあんまり組みしたくないというようなことらしいんですよ。ちょっと分かりませんけど、まあ、いずれにしてもですね、佐竹氏がこちらに入ってですね、まあ、要するに西軍とみなされたんで、まあ上杉と同じように、この方は天保違法ではなく改易だったと思いますけども、ちょっとすみません、今手元に資料がないんで、確か改易だったと思いますね。で、まあ、後のですね、佐竹氏関係が入ったのと、まあ、最後、須田守秀子が入ってますよね。まあ、佐竹氏関係の、まあ、重臣関係がほとんど入ってますんで、まあ、それはまあ間違いないというところになります。で、それからまあその、まあ、久保田藩内 その領主ということで、まあ、独立した大名ではなかったんですけど、まあ、一定の領地があったという形になりますよね。まあ、夕日
やはり検証碑を写した方がいいですね、小野寺氏のね。横手城を語るときは小野寺氏を語らないと、立派な、これだけでも立派な検証碑ですけども、まあ、検証碑のこともね触れてますけど、ちょっと小野寺湖のところで話をしたいと思いますね。まあ、結局最後廃城にはなったんですけども、まあ、最終的にその、大きな天守もなかったということで大規模な破却とかはなくてですね、幕末を迎えると、そういう形になりますね。完全に、夕日ですね。ちょっとお城マニアみたいな方がいるんで、あんまり映すと、ちょっと透明なんて別に大丈夫ですけど、これね、光が入っちゃってるんでね、こういう感じですね。ちょうどね、北の方から映せば何でもないんですけどもね。はい、横手城でした。